で、金箔といえばまず今までこうきちんと貼るんで、光りすぎるから上からなんかで、それはやめようと思った。そうするとその金そのままを並べると、並べ方にいろいろ工夫が必要である。で、そういう順番で今こういうふうになってるという。で、自然の形っていうかな、こう塗ってる時もそうなんだけども、日本画でも自然に何かができるということも随分今までこう技法に取り入れられてきたわけですね。だ、そういうことも取り入れて、やっぱりその日本画の何て言うかな、可能性も広げていきたいと思うし。油絵の線っていうのはやっぱりデッサンって言って、その形作る線だと思うんですよ。で、日本画の線っていうのは、なんて言うんだろう、見つめる線。で、ものを追求して、これは何だという、その方向は同じだと思うんですけども、その見る目の違いっていうかな、まあ、ちょっと難しいと思うんだけども。やっぱり西洋画のそのものの捉え方っていうのは非常に理論的で、いわゆる視覚的なものから入ってきているわけですよ。で、視覚的っていうのはやっぱり光があってものが見える、光と影によってものが分かると、そういう考え方だと思う、元はね。ところが日本画はそうじゃない、そのもの自体があるということ。それは光があろうが、影になろうが、実物はそこにあるという、そのものを表すのが日本東洋画の線である。まあ、単純に言えば、そのもっと平面にそのものを表すということ、線だけでもその実体っていうか、ものを表せるっていう、それが日本画ではあると思うんですよ。そこにまあ色彩が加わって、それでその絵ができるというふうに考えてますんで。なんていうかな、まあそれから始まって、これからどうなるということをまずやりたいわけです。
やはりその日本画でなければできないということと、明らかにその西洋の見る目と違うものは何なのかということ、それですね。でそういう目で、見た場合、何ができるかということがこれからの課題だと思うし、で今はその色彩たくさん使ってますけども、色彩をたくさん使わなくても何か表現できること、例えば墨と相反する金箔とかね、それのその取り合わせとか、そんなことで新しい表現もできるかもしれないと思うし、墨もやはり色を知らないと墨絵もできないと思うんですよ。墨を描くには色を十分に使いこなせないとできないと思うし、日本画でありたいことと今まで日本画でやってきたこととイコールじゃないんですよ。で何がその日本画でありたいかっていうことを模索するために今描いてる。だからよくその、なんかジャポニズムとか日本趣味、そういうふうに流れないで、日本画であるための日本人の感覚とか美的感覚、目、そういうものがどういうものなのかっていうことが